いことが改めて立証されると石川淳教授は言う。ヒール側が知らせてくれた自然の多様性を守るのは私たちだ。沖縄タイムズ大変証言でした。This is FM 21, 76.8 MHz, broadcasting from the Manusangyo Company building in Udasoe City, Maeda.皆さんこんにちは。今日は9月の4日月曜日、源ちゃんの耳不遂や無知不遂の時間でございます。私アシスタントの、普段は黒子をやってますボギーテドコンでございます。実は源ちゃん、はい、今こちらに向かってるんですけど、大渋滞に巻き込まれておりまして、多分10分から15分ぐらいは遅れてくると思います。その間は私が思いっきし言いたい放題させていただこうかなと思っております。今日も皆さんどうぞよろしくお願い申し上げます。しかし本当に旧盆中なのに道は混んでますよね。こっち来る途中那覇からもずっと混んでいまして、特に草原寺通りから首里に向かう道はもうほとんど車が動かない。結果的に3回信号待ちをして車が2台ぐらいしか進まないものですから、私は思いっきり裏道を通りまして抜け出てきました。それでも結構混んでたんですけどね。今窓から見えるこの西原向けの道の方もずっとブレーキランプが連なっていまして、今日はお盆の中日ということで、皆さん仕事が終わってから親戚回りとかされてるんかなってね思ったりもします。実は昨日、この旧盆の運慶の日でございまして、沖縄各地では地元の青年会がエイサーを踊る日であったんですが、もうまさに雷雨ですね。すごい雷と豪雨で、このエイサーができないところもあったようでございます。本当に残念、ね、思っている人たちも多かったんじゃないですかね。もともとこういったエイサーなども愚僧、あの世から来る、ご先祖様たちを、お迎えをするっていう意味合いで踊ったりするんですけど、最近ではこういった沖縄の伝統芸能や文化を、政治闘争の道具に使う人たちが増えてきまして、非常に私残念に思っております。私の友人のアメリカ人なんかはクマガサを見るだけで顔を背けてしまうというふうに言っていました。はい、クマガサを見るだけ。なぜかと言いますと、基地の周辺で、このアメリカ人にヤンキー、ゴーホームとかゲラーリとか言ってる人たち結構クバガサかぶってるんですよね。ですからみんなやっぱり同じように見えてしまう。で、私もね、一緒に、フェンスクリーンとかハートクリーン参加している S さんなんかは時々赤いシャツをつけてくるんですけど、赤いシャツをつけてるだけで顔を背けられるということで非常に悲しい思いをされていました。本当に今の沖縄ちょっとね、どうしちゃったんだろうって私思うんですけど、こんなにね、ギスギスした沖縄っていうのは私あんまり感じたことがなかったですね。昔はイチャリバチョーデーといって、うちなんちょだろうがね、県外のヤマトの皆さんだろうがアメリカ人だろうが何だろうがみんなでね楽しくやってたんですけど、最近はそういった政治闘争というのが非常に前面に押し出されてきまして、まさに人種差別で、そしてその国のね所属によっての差別などが平気で行われる。でそれをやはり
いさめる人がいる、まあ、メディアが例えばいさめるとかね、まあ、メディアというのは一つのオピニオンリーダーですから、無抵抗な人たちに、罵声を浴びせるのはいかがなものかっていうふうに書けばいいものを一切そういうことは書かない、ね、非暴力の抗議活動として称賛して、まあ、報道している。まあ、ですから今日ラジオを聞いている皆さんの中にも沖縄の平和運動は非暴力だっていうふうに思っている人たちいっぱいいると思います。いやいやボギーさんそれ違いますよと。だって沖縄の平和運動っていうのはドイツの平和団体のいわゆる表彰を受けてるでしょっていう人もいると思います。これは先日沖縄の新聞に大きく掲載されまして、まあ、平和運動に携わっている方々は大喜びをしたということでございますが、私のように実際に、まあ、取材でこの平和運動の現場に入っている人たちからすると何を言ってるんだということになります。例えば、まあ、平和運動センターの、議長をしていた Y 氏に至ってはですね、基地から出てくる一般車両に向かってサリンド、クルサリンド、ドア開けで引き出せというふうに大声を張り上げていました。まあ、一人の、ね、一人が乗った車を十数名で取り囲んで車を叩いてボンネットに乗ってですよ、車の中に手を突っ込んでドア開けで引き出せと、まあ、サリンド、クルサリンドっていうのは、まあ、県外の方が聞いたらちょっと意味が分かんないと思いますけど、標準語に直せば殺してやる、ぶっ殺してやるなんですよね。まあ、そんなことを言ってですよ、大勢でね飛びかかられる、これって暴力ではないのかっていうふうに私は思っております。そして2015年4月の14日の夜、はい、確か時間は10時11時ぐらいですかね、この辺野古のキャンプシュワブゲート前で ある事件が起きました。まあ、どんな事件かと言いますと、この辺野古のキャンプシュワブのフェンスにいわゆる平和団体という人たちが現れまして、フェンスにいろんな紐とかテープとかを貼り付けていたんですよね。まあ、それを通るたんびに非常に見苦しいと思っていた辺野古の青年会の若者たちが立ち上がってそれを、除去しに向かいました。でそれの、ね、お手伝いをしようということで一緒についていた名護市民の方がこの清掃活動が終わった後に事件に巻き込まれたんですよね。まあ、この清掃してる時もひどい状況でした、ね、なんで剥がすんだっつって、お前は誰だっつって、俺は地元だと、お前みたいに地元にいねえぞと言ってですね、もう本当にこの地元の若者たちとその自称住民と言われてる人たちがもう怒鳴り合いをする中で、まあ、清掃作業は行われたんですけど、これが一通り終わりまして、ようやくね、みんなで引き上げるっていう時に、こんな事件が起きたんですよね。まあ、この名護市在住の S さんという男性の方が、最後尾で帰ろうとしている時に、いわゆる平和団体の方々が約10名近くに取り囲まれました。で、何をされたというと、手に持っていたカメラを奪われそうになったり、顔を隠すためにやっていたマスクを剥ぎ取られました。でその中心にいたのが先ほども話をしました平和運動センター議長の Y 氏、そして現在公判中の、I さんなんですよね。お二人とも今裁判中の身でございます。まあ、この時に現場に一人の警察官がいまして、 S さんは必死になってこの警察官に助けを求めたんです。助けてくださいって言って警察官にしがみついた。しかしこの平和運動家たちはですよ、その警察官をまるで無視するかのようにこの S さんにつかみかかって洋服を引っ張ったりね、羽交い締めにしようとしたり暴行を加えたんですよね。まあ、幸いにも怪我をすることなかったんですけど、 S さんはマスクをね剥ぎ取られてカメラも奪われそうになった。まさにこれ暴行罪とね、強盗未遂ですよ、ね。そして信じられない、ね、そこに一人の名護市議と茶谷町議、二人とも女性なんですけど、が現場にいたんですよね。議員さんですよ皆さん、ね、町議と市議がいた。そして彼女たちは
公人として何をやったかというと、なんとこの市議の方が持っていたスマホでこの被害に遭っている男性をですね、散々に撮影しまくったんですよね。かがんだり横になったり、カメラを近づけたり、助ける素振りは全くなくて、その男性がどこの誰かをね、記録に残すかのように写真を撮りまくっていました。これがね、私の友人のカメラマンが連続写真で撮っていましたので証拠として残り、現在この S さんは被害届を名護署の方に出しております。で、あとこれだけじゃないですよね。またキャンプシュワブから外に出て一般道を走っているアメリカ人の軽自動車が平和団体に襲われました。場所は沖縄高専を過ぎたところですね、はい、そこの片側一車線道路で、彼らはそのアメリカ人の車が来るのを無線でやり取りしています。今そっちに行ったぞっていう感じで、すごいですよ。もうゲートから出るときから無線で連絡を取り合っていて、警察官がいない離れたところで襲いかかります。そして車を止めて、本当に信じられないことをやったんですよね、そのアメリカ人の車を止めて、ヘイヤンキーということで罵声を浴びせた。そして散々にやりたい放題をかましたんですけど、その時の声を聞いたら本当に皆さんびっくりします。本当これがね、平和を訴えている人たち のやってることかなと思うぐらい本当にひどい状況でございまして、私もこれ最初見た時にはこれ何なのっていうふうに思いました。だって普通にね、こんなこと言われたら普通の方だったら多分泣きますね。泣くかね、車の外に出て反撃すると思います。そのぐらい本当にひどいことを、ね、されています。何をされているかと言いますと、決して反撃してこない、このアメリカ人に対して、いわゆるウーマンキラーとかですね、はい、ウーマンキラーとか、あと死ねとかですね、本当にラジオで言うのもはばかるようなことを平気でやっぱり言葉として投げつけているわけなんですよね。それ本当に私聞きますと、もうこれってね、平和団体って言えるのかな、もしかするとこの人たちってなんか暴力集団とかね、テロリストじゃないかっていうふうに思いますけど、その時の音声まず皆さんに聞いていただきたいと思います。はい、これがその時の音声でございまして、こういった、ね、罵声を浴びせられたら普通の方だったらもう怯えてしまうんじゃないかと思ったりもするんですよね。これのどこが平和団体であり、ね、非暴力の抗議活動としてドイツの団体から表彰を受ける資格があるのかなと思ったりもします。で、この声の主は、皆さんも聞いた方は分かると思いますけど、沖縄でいわゆる平和運動のカリスマと言われている平和運動センターの議長 Y 氏なんですよね、はい。こういったことが現場で起きていても、なぜか沖縄の新聞やテレビっていうのは一切報道しません。この彼らに取り囲まれて車をね、叩かれてドア開きでと脅迫された方の車っていうのはあちこち傷だらけになったんですよ、はい。そういった被害が出てるにもかかわらず、沖縄のメディアは一切報道しませんね。逆に報道するのは平和運動家のことをですよ、ちょっと悪く言ってるような動画とか差別的発言があっても大喜びをして取り上げます。例えば土人発言、土人発言というのもありましたね。
まあ、この土人発言につきましてはもう昨年、本当は今年でしたかね、もうとにかく毎日のように大騒ぎをして、ね、あの若い警察官2人が、いわゆる処分を受けるというね、本当に、まあ、残念な結果となりました。まあ、確かにこの発言というのは良くないと思います。でもその発言をね、あの言わしめたその経緯というのが一切これ報道されていない。あのこの平和運動に組みしているある東大教授はこう言ってます。非暴力の定義ですね。非暴力とは相手にいかに先に暴力を振るわせるかを、ね、振るわせるかであると、はい、いかに相手を挑発して先に暴力を振るわせるのかっていうことが非暴力なんだ。これでちょっと違うと思いますよ、ね、皆さん非暴力っていうと普通ガンジーのようなね、あのことをまあ考えると思いますけど、沖縄の非暴力、抗議活動の非暴力っていうのはいかに相手を挑発して先に手を出させるか、ね、汚い言葉を言わせるか、それが非暴力と彼らは定義づけをしています。まあ、当然ながら平和運動家の方々も一枚板ではないんですよね。やはりおかしいと思っている人もいれば、はい、このようなことを、ね、当たり前だと思っている人たちもいます。まあ、そんな中で最近はね、あの反対派の中の、有名な活動家、はい、活動家ですね、大げさ太郎さん、よかったですね、名前が地上波に出てますよ。大げさ太郎さん見てますかね。沖縄の地上波にあなたの名前が出ています。この大げさ太郎さん、まあ、いろいろ道を塞いで地元の方に怒られたりとか、いろいろひどい目に遭ってる方ですよ。まあ、でも当然です。地元に迷惑をかけてるんですから、怒られるのは当然でございます。さて、この大げさ太郎さんが何と言ってるかというと、沖縄の平和運動が、はい、左翼、はい、極左の、活動からはやっぱり一歩ね、線を引くべきだっていうことを大げさ太郎さんが言ってるんですよね。いや、これ私驚きましたよ。極左の闇から、ね、脱却すべきだ。つまりこの大げさ太郎さんはもともとは東京で人力車を引っ張ってる方なんですけど、それが沖縄に来て良かれと思って平和運動に身を転じたの、投じたわけです。ところが現場に入っていろんなものをやっぱり見てきたんでしょうね。するとやはり最初の本人の理想からどん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 やっぱりかけ離れている現実が見えてきた。本当に非暴力でね、あの平和を願って座り込んでるおじいおばあたちもいるだけど、中にはまさにこのように非合法、まさに暴力的な極左活動家たちがいて、それが闇となって沖縄の平和運動を、ね、作っている。それからやはり脱却しないと沖縄の平和運動というのは支持を得られないということを堂々とツイートしているわけですよ、ね、当然仲間からは怒られるでしょう。でもあっぱれだと思いますよ、こういったのは。私は前は彼は、はい、地検の強制捜査に立ち会って、撮影をしようとしてスマホを取り上げられそうになって、消す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 から消すからということで、消す消す太郎と一時期言われてたんですけど、その後、はい、もう沖縄の例の尾長知事を称える県民集会、そこでですね、数千人が集まっていると。あれは確か主催者というより4万5千人なんですけど、この大げさ太郎さん、数千人が集まってますと堂々と暴露しちゃった、はい、しかし主催者は4万5千人。私はあれからね、この大げさ太郎さん、正直太郎って言ってるんですよね。で、彼が今回その沖縄の平和運動の中に、極左の闇があるんだと、極左とはっきりね、あの断言してますよ。ということはやはりこの平和運動、沖縄の純然たる純粋な平和運動がそういった極左という闇に利用されているっていうことを彼らは嗅ぎ取ったんだというふうに、ね、私は感じております。私たちも決してね、平和運動
否定はしてないです。ただね、相手を傷つけたり暴力振るったり車叩いたり車に乗ってる子供たちを泣かすようなそんな平和運動やめましょうよと。で、抗議活動にしたって道に飛び出して大渋滞作るようなことやめましょうよと言ってるだけなんですけど、そんなことを言うといわゆる反対派左翼の方々は私たちにこう言います。右翼って言うんですよ。右翼です。自分たちに、ね、同調しないものはみんな右翼と一括りにして、特にネットの中でね、いろいろ論戦を張ってる私のようなものにはネト右翼とか言うんですけどね、私全然ネットの中のことじゃなくてリアルに存在してますね。源ちゃんね、遅くなりました、はい、いやいや今日9本の中身でありまして、まさかこんなに渋滞してるとは思わずにこんなに遅刻してしまいましたごめんなさーい、いやーご先祖様さん、ね、お久しぶりに人の番組で MC 務めます、ね、いや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 、違うので、あやっぱりいいよね、思いっきり正直太郎さんね、正直太郎さん、あ最高だ、いやこういう方がいてくれるといいよね、客観的に物事が見えるから。そうですよ、だから、ね、今日ね、キャスを見てる皆さんもぜひ、うん、正直太郎さん褒めてやって応援してください、応援してやりましょう、はい、やっぱり反対の中にもこういうまともな人がいるわけですから、うん、そうですよね、やっぱりいいこと言ったらいいで褒めてやるべきだと私は思いますけど、はい、今日ツイキャスを見てるネットアシスタントの皆さんはどうでございますかね今日もたくさんの方々が、うん、見ております。実はこの番組、沖縄本島前田にある FM21 から地上波で流しておりますが、はい、うん、その他にインターネットのツイキャスの方でですね、はい、ボギーチャンネルで生中継をしておりまして、なんとそこにですね、今日は何名見えられてますかね、お今日は59名のアシスタントの皆さん、ここに来る方々みんなネットアシスタントとしてですね、はい、皆さんの意見とかいろいろこちらの方で取り上げて地上波の乗っけさせていただいているんですけどね、はい、いいでしょうね、いや本当にもうメールより早くどん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 いろんな情報が来るもんです、リアルタイムでね、すごいですよ、うん、やっぱり沖縄の格言で、うん、ケラマは見えるけど、はい、自分の眉毛は見えない、そうそう、ケラマーミーティングどうの、ね、マツゲミーランドって言いますよね、そうそうそう、それなんですよ、あまりそばにいると見えないもの、やっぱ沖縄にいる我々だから見えないのがあるんですけど、ね、はい、うん、我々の話を聞いてやっぱり外、うん、特に県外からどう見えるのかっていうことをこういったネットアシスタントの皆さんから、うん、いろいろいただいております、うん、ありがたいですよ、はい、本当にありがとうございます、はい、早速ネットアシスタントアキさんから、お7月30日、はい、梅田ヨドバシカメラ前で、はい、政党活動を妨害したとして告訴されてるんじゃないですかね、これ誰のことですか、ね、誰かな先ほど褒めてあった方のことですかね、あ正直太郎さんかな、いや、まあ、そうなんですかね、後でまた続報を待ちたいと思いますけど、はい、はい、今日もたくさんのメッセージこれ読むのも大変なぐらい来ています、大変、ありがとうございます、はい、またいろんなメッセージ楽しいのはどんどんまた取り上げて乗せていこうと思ってますんでね、うん、はい、いやしかし源ちゃん、はい、こうしてラジオ地上波だけじゃなくて、はい、ネットの方でもやっぱり視聴していただいて本当に嬉しいですよね、とってもありがたいですね、はい、どうしても電波っていうのはこの見える範囲しか届かないんですけど、はい、そうですよね、まあ、だから特に沖縄県でやっぱりその先ほど言ったまつげですから足元が見えない方たちがたくさんいるんですよ今、現実に反対運動をやってる方たちがどんなことをやってるかってもうごまかされてるじゃないですか、新聞とかネテレビとかでもう英雄視されて扱いされて、でも実際現場に行ってみてください、全く違いますからぜひその通りですよね、はい、はい、では源ちゃんちょっと一曲を行きました後に、はい、またいろいろお話を深めていきたいと思います、はい、今日の音楽は、今日はですね、うん、稲垣11のナンバーから、夏の曲、あいや本当にすごいよ今日は渋滞、いやとにかくすごいですね、トーメネさんこんにちはピンチヒッターでございます、何言ってんだ、もう
そろそろね、あのメインの方に移そうかなと思っております。はい、あの非常に怪しい雰囲気でございました。怪しい、あの目の方はもうちょい、もう少し、もう少しで治りますんでね。あ、どうも南大阪の橋子さん、こんばんは、んこでございます。はい、はい、アキさん、ちょっと後でチェックさせていただきます。アキさん、ありがとうございます。はい、いや、しかし元ちゃん今日もたくさん見えられてますよ。ありがたいですよ、はい、ね、本当に。そろそろあのご利益のある元ちゃんの、あ、マグロさん、どうもこんばんは、んこでございます。沖縄まだすごい明るいですね。はい、それから、アキさんに、あ、ズキヤマさん、はい、沖縄渋滞、そうですね。はい、あ、中佐も見てますね。こんばんは、んこでございます。はい、中佐、ご苦労様です。アキさんから名前を伏せられていますが、この時正直太郎さんが動画でアップで映っていますっていうので、ね、まあ正直であっても法は犯すわけですね。はい、アキさん、はい、どうもこんばんは、んこでございます。え、曲が違うんちゃうっていうことで、まあ、はい、生放送のいいところでございますよ。まあこういう時も時々ございます。はい、南大阪のあしこさん、大佐明日荷物届きました。まさか中にマリンアウトおじさんが入ってるんじゃないかなと思ったりもしますけどね。さて、曲がかかってる間にちょっと元ちゃんのところに移動してみましょうね。そのままでいいんじゃない今日は。カメラここに来るよ。よいしょ。お、はい、こんばんは。遅くなりました、元ちゃんでございます。いい感じですね。モンキーマジックとか、はい、アウとか、こんばんは。あ、肉まん一号さん、どうもこんばんは、んこでございます。はい、はい、あっくんさん、こんばんは、んこでございます。さあ、皆さんぜひ元ちゃんを見てご利益にお預かりしていただきたい。もう本当にもうありがたや、ありがたやっていうことで、ね、ご先祖様に感謝でございます。大体このぐらいかな、元ちゃん。はい、今 OK ですね。はい、はい、はい、皆さんこんばんは。すいません、遅刻しちゃいました。はい、元気ですよ。元気がもう一番。ワンコ様、ありがとうございます。もう逃げデビル、ありがとうございます。皆さんも楽しんでますか、月曜日ですね。はい、沖縄県はね、あの旧盆もう真っ盛り、今日はない中日なんですよ。はい、よろしくお願いします。さあ、次の話題何行こうかな。はい、もういい音楽です ね、 ね、もうなんか本当にね、うん、夏も終わりかけてるんですけど、そうですね、まあ、もう本土の方ではもうなんか秋風が吹いてるって、もうなんかちょっと涼しくなりすぎてるっていう話ですけど、そうですね、ね、沖縄またですよ。でも元ちゃん、これから一雨ごとに涼しくなってくると思いますよ。はい、今日も結構ね、うんうん、過ごしやすいですし、昨日のあのね、あの稲光とか、もう大雨とかすごかったですね。はい、久しぶりに、はい、だから、はい、今日もまた元ちゃんいっぱい見えています。 ありがとうございます。はい、マグロさん、こんばんは、こんばんは。オブアットマーク日本を愛する者へ笹部さんもお見えになります。ありがとうございます。ございます。はい、大鉄さんもお見えですね。はい、それから、南大阪のあしこさんから、うん、今日の法は楽しみにしていますっていう。あ、何の法か、法は何ですか、何ですかね。飽和状態。でもね、元ちゃん、はい、笑えない話。はい、あの北朝鮮の、あ、もうね、水爆実験、あ、もう 何でもやらかしますね、あの北朝鮮。さっき速報で、はい、北朝鮮がミサイル発射の
兆候があるっていうことで、うん、また韓国の国防省が発表したっていうことなんですけど、うん、はいはい、これってね、玄ちゃん、うん、水爆って言ってみんな今日ラジオ聞いてる方々、はい、原爆と何が違うのって感じをもう持ってると思います、はい、でまあ、簡単に言えば、はい、爆発の規模が違います。うーん、はい、まあ、原爆っていうのは例えばですね、うん、玄ちゃんこれ一つの例として、はい、沖縄、例えば嘉手納町に毎日ですよ、はいはい、そこで広島型の、うん、原爆が爆発したとすれば、はい、そうですね、大体半径3キロぐらいですから、うん、まあ、嘉手納基地の約8割ぐらいと、読谷の一部までが、はい、まあ、一瞬にして、うん、まあ、焼け野原になるんですよね。3キロ、はいはい、これがね、現地のこれが中国の ICBM、はい、新型です、はい、つまり中国が今作っていろんなところに向けている ICBM の同じところで、はい、爆発した場合、うん、その被害範囲っていうのはなんと沖縄市まで行くんですよね。じゃあ破壊力がすごいんだ。すごいです、だいぶ大きくなります、はいはい、100倍くらいになりますね、うん、そして北の方読谷村あたりもほとんど、まあ、カバーされるという、これが危険なんです、はい、ところが水爆となると、これがね、水爆となるとロシア、まあ、旧ソ連ですね、うん、はいはい、が作った、まあ、世界最大の水爆、スワリーボンバーという水素爆弾があるんですよ、うん、でこの水爆っていうのは理論上いくらでも大きくできるわけなんですよね、そうなの、まあ、でも今のところこのロシアが作ったスワリーボンバーが一番大きくて、うん、それが例えば同じ場所で炸裂した場合、はい、うん、なんとこれね、ラジオを聞いてる方々もびっくりすると思うんですけど、はい、沖縄本島、ね、南部キャン岬すべて丸ごと、はい、そして北は北部の、ね、国頭の一部を残してすべて一瞬にして消滅するぐらいの威力が、とんでもないものを作り出しましたね、はい、これが水爆っていうものなんですね、はい、まあ、今回北朝鮮が実験をして成功したと言ってるものも、うん、水爆の可能性が非常に高いわけなんです。だけどですから、この水爆っていうのは理論上いくらでも大きくしていける、はい、これがね、そのまま放置していれば、うん、今の規模よりさらに大きなもの、実は昨年の確か9月に、はい、北朝鮮は核実験をしてるんですけど、うん、その時も今までの核実験よりさらに大きな爆発が起きています、はい、しかし今回それのね、15倍でしたね、うん、の規模の爆発が起きているんです。すごい揺れだったそうですね。そう、だからかなりね、うん、北朝鮮の技術は進歩していると、はい、やっぱり見なした方がいいかなと思います、うん、はい、でそれでは不思議なのが、うん、この沖縄でですよ、平和平和と言ってる人たち結構北朝鮮を崇めてる人多い、まあ、そうですね、北朝鮮慢性の方たちたくさんいますよね、はい、何を考えてんだか本当に、で毎年1月に那覇で行われるこの金正恩、はい、北朝鮮の将軍ですね、はい、の誕生パーティーに沖縄の平和運動家と言われている人たち、はい、組合の、ね、委員長とか、はい、元、参議院議員とか、あと現職の市議とか県議とか、はい、そういった、ね、名だたる平和平和と言っている人たちが参加をして、はい、ね、金正恩将軍様誕生日万世、あ、万歳してるわけですね、本当に何を考えてるかね、独裁者にお祝いして、そういう時にこそ彼らがですよ、はい、ね、九条と書いた紙をもう何万枚と持ってですよ、はい、北朝鮮に行って全員乗り込んでください、北朝鮮に、はい、ね、さっき組み交わしながら、はい、この核開発とミサイル止めてくれたらなと、はい、もうそしたら見直しますけどね、はい、ああもう全くそういうのがないですもんね、抗議もしませんし、だからね、はい、本当に私県民、沖縄県民に気づいてほしいのは、はい、普段平和平和とかね、反戦とか言ってる人たちが、うん、北朝鮮のこういった動きに全く反応しない、抗議もしないっていうことをね、やっぱりおかしいと気づいてる、おかしい、本当におかしいですよ、おかしいですよ、言ってることとね、やってることが全く違いますから、ね、北朝鮮のね、この水爆実験、ミサイルと、うんうん、米軍のオスプレイが
大分で交渉したの、はい、どっちが脅威なんですか沖縄の新聞見る限りオスプレイいやもう全面ですよね。沖縄のね反基地運動家なんかはこの新聞にインタビューされて、うん、あの北朝鮮より安倍政権の方が怖いと。あもうこうなるとね、もうねもうこれ県民の皆さんやっぱり気づくべきですよ。はい、本当ですよね。だからもう自分たちのやっぱり置かれてる立場、やっぱりこう今の世界情勢とかですね、沖縄県の今どんな状態かっていうのをやっぱりインターネットで調べないと、もう結局あれでしょう、沖縄のね西と言われてるタイムス新報とかでね、そうこの辺はもう本当にあちら寄りですから、まあ、はい、だから明らかに今反対の方々が盛んに背中亀次郎先生ね、ね持ち上げてます、持ち上げてます。でもあの方は、うん、沖縄を守るために一生懸命だったんです、はい、ね、沖縄のね当時人民ってから呼んでましたけど、はい、沖縄のその住民の方々を守るために一生懸命だ。ところが今ね彼を崇めてね、みこしの上に乗っけようとしている平和運動家たちは、うん、この沖縄や日本に向けられているこういったミサイルや核の脅威について何一つ言わないでだんまりをしている、はい、そうなんですよ。これだけじゃないですよ、はい、尖閣諸島に中国の船が入ってきて、はい、ほとんど、ね、何も言わないですよね。ほとんど毎日が入ってきてます。誰も抗議活動しませんよ。社民党のね、水尾さんあたりは、うん、反核といって反原発の運動を今やってるんですよ。これっておかしくないですか。全くもう平和ボケって言われるんですか、ね、本当に。それとも目くらまし、この方たちは目線を別のところ向けさせてる。そうですよ。だって、ね、抗議すべきはね、基地の前に、ね、はい、群がってヤンキーゴーホームじゃないんですよ。そうなんですよ。なんで北朝鮮とか、はい、中国に対して抗議の声を上げないんですか、うん、平和運動家の皆さん。本当そう思いますよね。県民もこれを見てやっぱおかしいと思わないといけない、うんうん、ということは彼らのやっぱりバックに何らかのやっぱり存在があるんですよ。ありますね、大きいのが。大きいのが、はい、つまり北朝鮮や中国に対して、うん、抗議してはいけないという暗黙のルールがあるんです。なぜか、うん、彼らの仲間だからじゃないですか。こうそうなりますよね。いやこれっておかしいですよ。本当だって平和とか反戦とか言ってる人たちが真っ先に抗議声明を出すべき、うん、今からでも遅くない、はい、平和運動センターはね、ぜひ北朝鮮の核とミサイルに対して、うん、こういったのは平和 の脅威として見なすので、もう即刻やめるべきだという声明を出すべきです、ね、出してくれたら見直しますけどね。沖縄県議会もそうじゃないですか、はい、ね、米軍のばっかり変な、ね、攻撃決議ばっかりして、ね、はい、ね、オーストラリアでオスプレイが現地に墜落したからか、はい、県議会で抗議決議が出ましたよ。おかしいでしょ。ところがね、うん、北朝鮮の核とかミサイルに対して何も、ね、反応しませんね。革新系の政治家とか、はい、オール沖縄とか、はい、平和運動家、何一つ言わない、はい、これってやっぱり我々県民が気づかないと。そうですよね。いつまで経ってもね、平和とか、うん、反戦とか、はい、基地のない美しい沖縄っていうことが綺麗事、もうだから綺麗事がまかれておる世の中、これはおかしいですよ。でも言ったことをちゃんとやる有言実行の人たちを私たちはやっぱり議員として選んで上に上げていかないと。もう言ってること、もう綺麗事言って当選して実際何もしない人たちがほとんどですから。そうです、よく見てくださいな、ね、はい、綺麗事言って当選して、うん、子供たちのね、うん、どうのこうのとか、うん、貧困がどうだこうだって当選したら基地の前に座り込みですか。ですよ。これはもうやってるんですか。本当に情けない、うん、こんな人たちやっぱりね選ぶ我々でもやっぱり問題。そうですよね。私はね、はい、と思ってる。はい、まあ、ですから今回北海道の上をね、うん、進めて飛んでいった。そうそうそう、はい、うん、そして水爆実験、うん、ね、過去どころじゃないです。あ、だからこんなにもう臨戦態勢、もう戦争起こるかもしれないという状況の中で何をやってるの。国会もそうだし、もうね、もうもっとこう臨機応変にもうまず優先順位1位は何なのか、国民を守る、もう国を守るでしょ。何をやってるのかも情けない。でね、源ちゃん、うん、実際にこのアメリカが、うん、この北朝鮮の水爆実験に関しても早速打っています、うん、はい、国防長官は軍事的選択もありだ、はい、前から言ってることなんですけどね、はい、全然実行しませんけど、うん、あとトランプ大統領が、はい、
北朝鮮と貿易をする国との貿易を、うん、禁止すると、はい、アメリカです。あ、じゃあ 北朝鮮を支援する国とにはペナルティーをもうかけると、まあ、はい、支援というか向こうと貿易をする国との貿易をアメリカはシャットアウトする、はいはい、宣言する予定なんですよ、ね、うん、はい、結局もう外資を外貨を獲得させるわけですから、これ支援と一緒ですよ、きれいごと抜き、そうだから結局貿易ができなくなる、うん、これは私は中国に対する牽制、うん、あ、もうですよだと思います、はい、中国は表向きはねいいこと言ってますけど、いいこと言ってますけど、はい、実際にこの中国っていうのはアメリカに対して輸出額すごい大きいんですよ、うんうん、で何度ね行ってもやっぱりこの中国は止めきれなかった、うん、アメリカはある程度中国に期待をしてたと思います、うん、ね、ロシアに、はい、ところがその北朝鮮の暴走が止まらない、止まりません、ね、もう悪化してますよね今、アメリカトランプ大統領は、うん、手を出すのは簡単なんですよ、うんうん、アメリカの国力軍事力だと、はい、あのような国を一瞬にしてやっぱり開示に帰すような力を持っています、うん、しかしそういったものではなく、まずはお前たちの飼いのだろっていうことで中国ロシアに対して、はい、今まで以上の圧力をかけるために、うん、北朝鮮との取引をしている、はい、企業とかはもうアメリカは一切貿易を認めないと、はい、まあ、中国なんか国営企業なんかが北朝鮮といろいろ取引してますよね、うん、やってますね、それがね結局アメリカがそういった企業の活動をアメリカの国内で止めてしまう、うん、まあ、国の、ね、貿易自体を止めてしまうという可能性が今後出てくる、うんうん、すると中共はもう動くしかないんです、はい、中共はね、はい、まあ、私中国って言ってしまいましたけど、はい、正確には中共、中共、ね、中共ですよ、はい、平和団体たちが言ってる中国と今の中共は全く別でございまして、はい、中共ですから、アメリカはこの中共に対し本気でちょっと怒ってる、うん、お前たちいい加減にせよと、はい、きちんと自分たちの飼いのぐらいちゃんと手綱引っ張れや、はいはいはい、面倒見ろや、言うこと聞かせや、うん、ということ で、うんうん、で今回かなり強硬な処置に出る可能性があります、はいはい、しかしこの水爆っていうのは、ね、現地は恐ろしいね、水爆、はい、沖縄本島中部ちょうど嘉手納を中心にすると、うん、沖縄本島南部キャンプ先の沖合まで、うん、そして慶良間諸島で国頭の一部を残して全て一瞬にして消えてしまう、うん、消したわけだね、本当に力を持っています、うん、はい、まさに沖縄全体がソドムの街になってしまう、はい、ソドムとゴマラの、ね、物語であるんですが、はい、それが現実にやっぱり現れてしまうんですよね、うんうん、だからもっとね日本国民、沖縄県民は危機意識をやっぱり持つべき、うん、そうですよね、ナンクルナイサーじゃないですか、ナンクルになりません、はい、ね、もう本当にナンクルナイサーで泡盛飲んで踊ってるとこ、うん、そんな場合じゃないよもう、ね、はい、中には J アラートがなったら鹿島さんとかいう人もいるんですよね、それってちょっと違うでしょ、はい、ね、それとあと救助、あ、まあ、これ私のね、はい、救助ね、救助万能説が出ていますけど、なんで救助があるのに日本にミサイルが飛んでくるんですか、そうそうそう、おかしいです、はい、救助があるのになんで尖閣に中国の、ね、武装船が入ってくるんですか、うん、はい、そういうことですよ、おかしいですよ、うん、これね反対の人に聞いても誰も答えきれない、答えきれません、うん、もう船のもうなんていうの、想定されたマニュアル通りの答えしか彼らは持ってませんから、彼らの回答はいつも決まってマニュアル通りですよ、安倍政権が悪い、うん、はい、もうそうシナリオ書かれてることしか彼らは分からないから、はい、もう早速メッセージが来て、うん、お、はい、オブアット日本を愛する者に捧げさん、はいはい、ありがとうございます、国連からもっと怒られてほしかったということで、あ、はい、国連ね国連か、はい、南大阪の端っこさんからのメッセージが来ております、うん、占領憲法オーギルドインフォメーションプログラムで始まり、うん、左翼に洗脳された言論空間、うん、はい、もう占領憲法を無効にして一度帝国憲法に戻してから作り直すが、うん、憲法も廃棄して対戦交換するしかないのではという、うん、いろんな意見がございますね、うん、あと猫君から、はい、うん、メッセージ、パチンコを潰さないと日本がテロ支援国家と言われかねない、あ、そうか、パチンコは北朝鮮です、北朝鮮ですね、資金源ですからね、いたりしますからね、うん、はい、それから、ゴルキツさんから
議会制民主主義の限界が見えますねということで、いやもう本当にね、源ちゃん、はい、こんなね危機に、ね、面しているのに今度の臨時国会で盛りかけ問題とか麻生副総理のまた失言とかをね上げつらって全く関係のないことを、ね、やる政党や議員っていうのは皆さんよーく見ててください。しっかりとチェックしてください。こういった人たちがね、はい、北朝鮮の水素爆弾、核爆弾、ミサイルに対しては本当にほっかむりなんですよ、はい、沖縄でもそうですよ、うん、で本当ですよね。平和平和と言ってる人たちが、はい、ね、平和平和と言ってる議員さんたちが何一つ言わない、うん、動きもしない、動きもしない、はい、声も上げない、みんな息潜めてます、うん、ね、だって北朝鮮の、ね、将軍様の誕生会に行って美味しいの食べて慢性してるんだから言えないんですよ。情けないな。でもね、こういう時にこそやはりこのチュケストに感化している人たちは北朝鮮に行って、はい、ぜひ将軍様の前に進み出てですよ、はい、命を懸けて抗議したらいいな。東アジアの安定のためにも、はい、ぜひミサイルや核は放棄してほしいと、うん、お願いしに行ってほしい。普段やっぱりそういったパイプがあるわけだから、ね、この人たちがこういう時に動かなければ誰が動くんですか。そうですよ、はい、なんかアントニオ猪木さんも行くらしいんですけど、あ、じゃなくて普段から、ね、やっぱり平和を訴える人たち今が出番です。そう、今だと思いますよ、はい、あなた方今が、あなた方の本領発揮する今なんですよ、うん、で基地の前でね、ヤンキーゴーホームやってる暇ないですよ。そうそうそう、みんなで包丁団作ってですよ、はい、北朝鮮の平壌に押しかけて、うん、ね、そこで額に旧と書いた鉢巻きをしてですね、はい、北朝鮮にこそ旧条をね制定するべきだと。で北朝鮮は核と、ね、水爆とミサイルを放棄すべきだということで、うん、ぜひ交渉してくれ。ああ、もうそれが実現したら帰ってくるときに日の丸に小旗を振ってお迎えしますけど私たち、はい、まあ、でもねちょっと心配なのが、はい、このように北朝鮮と険悪な関係になっていくと、うん、未だにこの北朝鮮には拉致被害者、拉致被害者がたくさんいる、やっぱり残されている。沖縄県も一言じゃなくてですね、沖縄県はなんか全国でも2番目3番目ぐらいに拉致されている方たちが多いんですって、はい、だからねもう本当に一言じゃないですよね。だからこれね例えば、アメリカがもし北朝鮮をまあ攻撃するとなると、うん、はい、まあ、拉致被害者としても北朝鮮で生活してる人たちにまでやっぱり被害を及ぶ可能性が非常にやっぱり高いわけなんですよね。ですからアメリカを攻撃してくれなんても言えないし、今回まあトランプ大統領は北朝鮮とね貿易をする国との貿易を禁止する大統領令っていうのを今作ってるそうなんですけど、まあ、それが発行されれば中国ロシアは本気になって北朝鮮を止めないと、はい、かなり痛手を受けるという、はい、今もう土壇場ですよね。ここでやるかやらないかですよね。これ以上の話してたら本当に何やるかすか北朝鮮は分かりませんから。あとね、源ちゃん、はい、我が国の対応なんです。ああ、もうそれ情けないですよ ね本当に。我が国は戦後のノーギルドインフォメーションプログラム、はい、つまり自虐士官、うん、あと軍隊は悪いものだっていうそういった洗脳の中で、はい、もう臆病なね、ウサギのようになってしまった。あ、軍とかね、武器とか聞くだけでもう震え上がるような、うん、そんなね本当に弱い国民にやっぱりなってしまっている。本当ですね、もうここを根本的なところからもう変えていかないと大変ですよ。もう占領されてからが遅いですからね、はい、はい、だからそういったふうにね、軍って聞くだけでブルブル震える人たちを、うん、じゃあこう言ったってどうすればいいのと、うん、いや話し合いでと、話あなた行きなさいよって。そう、話し合いできないから今になってるでしょ本当に。ずっと話し合いをして、うん、お金や援助を踏んだくらえてきた結果、はい、こんなことになってるんですよ今、うん、ね、話し合いっていうのはよく平和団体の人たちは話し合いと言って襲ってきますけど、ね、で裏払いよね、話し合いって言ってから綺麗事言ってから襲ってきますから、お腹殴ったり後ろから蹴っ飛ばしたり、突き飛ばしたり、話し合いだって突き飛ばしたり、ね、話し合いだって全員で大勢で一人取り囲んで調整って言ったり、あーね、彼の話し合いってちょっと面白いんですよね、はい、まあ、本当にもう今こそ平和団体革新政党オール沖縄の人たちは、はい、出番なんですよね。ぜひ行っていただきたいなと。ぜひ頑張ってほしい、はい、
やってほしいですよね、はいはい、それから南大阪の橋子さんからメッセージで、はい、9月末に、はい日本会議のイベントで、うん山口彩希さんが見えられるということで、はい、ぜひ、はい、大佐も源ちゃんも行ってください、ね、はい、応援します、はい、応援させていただきたいと思います、うん、まあでも本当にね救助があれば平和になるという人たちぜひ北朝鮮に行って、うん、まず行動してください。そうです、はい、行動は口だけで言ったら無理だよ、何も変わる、うん、だからね、うん、もう本当にこの今米軍基地の周辺ってアウアウしてる暇ないんですよ。そうですよ、この人たちで包丁団作ってですよ、はい憲法9条書いた紙持ってですよ、はい、もう退去してみんなに北朝鮮行ってほしい、はい、はい、ねね、予算もあるでしょ、変な子予算が危険あるでしょうが、あれで皆さん退去してぜひ北朝鮮に抗議に行ってください。そうですよ、はい、で北朝鮮の将軍様に、ね、額にマジックで Q と書いて、うわー、救助救助教に入信していただいて平和になりましょうよって、うわでそのまま向こうの国民になってくれたら、あ最高ですね、もう帰ってこなくていいですからいや本当にこれはまあ冗談なんですけど、はい、でも本当に何くるないさで沖縄県民考えたら、はい、何くるなりません。それと、はい、あと普段平和とかね、うん、基地がない方が沖縄は発展するとか、うんね、反オスプレイとか安倍政権反対とか言ってる人たち、うんね、こうやって北朝鮮を賛美する集会に参加をして、うん、で北朝鮮や中共のこのようなね反抗については何一つ言わない、あ抗議もしない、見ざる聞かざる言わざる、本当にね沖縄の平和団体革新政党オール沖縄は北朝鮮と中共に対しては見ざる聞かざる言わざる、本当見ざる聞かざる言わざる、使い分けないでよ、はい、はい、ぜひぜひちゃんと抗議してください。そうですよね、はいはい、で南大阪の端っこさんからメッセージです、ね、はい、これまあ一つの、まあ、詩ですね、うんうん、うるさい新聞読めと新聞に洗脳されてる新選組とよく沖縄さんよく言いますよね、はい、追い詰められたら新聞読めと読んでるからあんたたちみたいになるんでしょうがはい、それからオグアって日本を愛する者さんがですね、はい今度の3連休の土日に、うん参議院議員会館前にて、うん座り込みをしますと、あ、はい内容は日朝断交で北朝鮮と戦うという、まあ、こういうふうに、ね、抗議の声を上げる人たちもいるわけです、はい、だから普段ね平和とか反戦とか言ってる人たちこそ、うん、やはりもっと大きく声を上げるべき。そうですね、今こそね存在感を示すべきだと私は思うんですよね、うん、そうですね、どうですかね、はい、やっぱり地域住民がやっぱり行動を起こすことによって周りの見方が変わってきますからね、やっぱりこうただネットでのやり取りしてるだけでは何にも変わりませんから、そういう意味では、はい、まず一歩を踏み出していただければ嬉しいです、はい、ありがとうございます。今日は雅子井ノ口さんがまたお見えになってますね、いらっしゃいませでございます、うん、はい、いや、源ちゃん本当に今ネットアシスタントの皆さん65名、ああ皆さんとありがとうございます、大好きでございますね、はい、これからもまたこの番組、源ちゃんの番組よろしくお願いしたい、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます。いやでも源ちゃん今日は本当に混んでましたね、ああもうねちょっとお盆を舐めてましたね、お盆ごぼんでしたね私もこっち来るまで那覇の町から、はい45分かかりました、はい、はい、いやギリギリ間に合いましたね、はい、いつもだったら20分ぐらいしかかからないところがもう50分1時間ぐらい時間かかってしまいましたね、大変ですよ、ね、はい、まあでも源ちゃんこれ始まらない、あいやいやもう遅刻してごめんなさいね、はい、私が喋ってるとやっぱりちょっと勝手が違う、いやいやいや、はい、まあ、もう僕いいチャンネルになってる、言いたい放題させていただきます、あいいです、言いたい、バッチリですよ、言いたい放題させていただきましたけど、はい、ぜひね皆さんその原爆の威力、水爆の威力っていうのがね、はい、ちょっと、まあ、イメージが湧いてくれたらいいかなと思います、はい、まあ、この沖縄のちょうど沖縄本島ど真ん中嘉手納あたりを中心にすると、うん、原爆では、沖縄市あたりまで、はい、水爆だと、キャン岬を越えて北は、国頭、はい、
西は、ケラマンまで。ほとんどもう沖縄もう全島がなくなるっていう形ですよね。で撃たれてどうするかじゃなくて、うん、あの相手が撃つことをためらうような力を我が国は持たない、はい、交渉力ですよね、はいはい、外交がやっぱり大事、はい、しかしその外交のバックボーンっていうのは軍事力なんです、うん、そうなんですよね、まあ、日本では防衛力、はい、それをもっともっとやっぱり自分の国は自分で守るという、そう一番そこが私たち欠けてますよね、はい、きちんとやっぱり構築をしていかないといけないと思います。他力本願ではなくて我が国、日本ここは自分たちで守る、はい、いつまでもアメリカに頼るのはなく、うん、はい、自分の国は自分で守るという、はい、そういった気概をね我々日本人は持たないといけない、うん、と私は思っています、まあ、はい、それを持ったとしてもやっぱり5年10年15年ってかかりますから、ね、早くそういう形で、ね、自国を守るそういう日本人になりたいなと思います。はい、ということで源さん、はい、今日もお時間でございます。あ、もう時間ですか。はい、今日はもう遅刻しまして申し訳ございませんでした。はい、今日はボギーちゃんに、ね、ただいなるご迷惑をおかけしました。はい、じゃあ皆さんあのご先祖様に感謝をして、はい、お盆で旧盆過ごしてくださいね。はい、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ボギーちゃんありがとう。モギチャンネルの皆さんありがとうございました。あ、中佐、中佐元気。はい。ありがとう。ありがとうございます。十二で切ろうね。いい時間だろ。いい時間だよ。次いる？あ、次いる。やってます。ありがとうございました。はい、おお、来週来るの中佐、待ってるよ。ありがとうございます。はい、こんばんは。ありがとうございました。はい、大丈夫ですよ。ありがとうございます。元ちゃん、じゃあ次、はい、はい、じゃあ、はい、次の、ね、交代があります。それでは今日はこれにて失礼させていただきます。ボギちゃん、これボギチャンネルの終了しなくちゃ。はいはい、はい、皆さん本当に今日もありがとうございました。まあちょっと元ちゃん遅くなりましたけどね。はい、雅子さんどうもこんばんは、こでございます。ぜひまたあの9時からもボギーチャンネル、夜の部がありますので、よろしければ、参加をしてください。ちょっとスタジオの方これから入れ替えになりますので一旦放送の方は切ります。また21時から、ボギーチャンネルいろいろお話をさせていただきます。本日もありがとうございました。皆様